では早速ですが、まず開会の挨拶として、日本の種を守る会会長の、JA 日立秋山組合長から一言お願いします。皆様、久しぶりでございます。ご参加ありがとうございます。日本の種を守る会はですね、昨年夏あたりからもう、食料安全保障、自給率の向上を目指して、日本の種をですね、きちんと作ってぐ、保存してぐ、こういったものをですね、基本法の制の中に入れろというような要請書をですね、作って、秋の段階で議員要請等をやってまいりました。しかしながら、議員さんもそうなんですけど、農水省の考え方がある雑誌にちょっと出たんですけども、ある官僚のコメントとして、日本の種は米、麦、大豆の生産しているものの種は100%自給してますと。それから野菜の種はですね、民間の業者が9割以上海外に種取り、生産を委託してますが、これはいろいろな国に分散して頼んでるんで、自給力という観点からは、いいことですと、万全ですというようなコメントが出たんですよ。で、これがですね、今回の基本法の全てを私は象徴していると、そういうふうに思ってます。日本の政治家というか、政治、それから官僚の方が、国際分業論の下で日本の食料を確保してるんだと、この昭和大体56年頃からですかね、そういう論議があって、自給論が負けまして、分業論による食料確保というのが未だに続いているし、今後も続けていきたいというのが今回の基本法かなと思ってます。それでですね、我々、生産者、それから消費者はどうしたらいいのかという問題でございますが、やはり一文でもいいから、この基本法の中に、種子を国内生産をする、守るという言葉を入れるというのを当面の目標にしております。国会審議が始まりましたが、諦めずにですね、やってみた。なぜかっていうと、食料の安全保障、ね、いざという時も、平時においても、日本の食料自給率を上げよう、しっかりしたものにしようというのは国民の願いでございますから、今回の有事のいろんなことがあって、なおさらそれは強まってるわけですよ。その象徴として、まず農産物、食料を作るには種が必要なんですね。農地と種と水、この最低限3つはきちんとやっていかないと、日本の食料自給率も安全保障も成立しません。そういう観点から、基本法の制にですね、種の問題、種の自給を入れるということを目標に、皆さんで論議して運動を展開したい。もう一点、私の地元の茨城県でですね、県の農機法、県の農業基本法ができそうです、この県議会で。で、これはですね、国に頼らずに、頼ってもいいんですが、連携して、茨城県の地産地消、消費をですね、できるだけ地元で、あるいは、化成、農薬に依存した農業から、少しでも有機農業の方向に展開すること。地方独自の論点を入れた、県の条例を作るという動きです。これは、専業農家で農協の理事、長けられた県会議員が中心になって、原案を作って合意に達しようとしております。で、この中にですね、やはりきちんと、先ほど言った農地、水、種、この種の問題を入れてもらうということで、明日もですね、県議に要請をするところでございます。国がダメならば県で、県がダメならば市町村で、市町村もやってくれないなら個人間で、生協、農協間で、こういった食料の確保という問題をですね、取り組んでいくと。こういうスタンスが今後大事だと、種を守る会の幹部でも論議しております。どうぞ今回の勉強会を契機にですね、そういった運動を各地で広めていただきたいと、お願いしまして、会長としての挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私どもの、顧問を務めていただいている鈴木信弘東大教授の、ビデオメッセージといいますか、この
基本法に関する問題提起のビデオメッセージを流しますので。皆さん、今日は、今、改定が進んでいる、食料の無料のその基本法の、問題点について、特に、種の問題について、お話をします。まず、画面共有をしますが、こちらですね。まずですね、全体的な部分ですけども、25年ぶりの基本法の改定、農業の憲法の改定が行われるということになったわけですけどね、今、それをやるっていうことはですね、まあ通常考えたら、この世界情勢の悪化と、それから国内農業の疲弊、これ以上放置はできないと。今こそ抜本的な政策を打って、食料自給率を高めて、国民の命を守れるようにするんだということが、宣言され、そういうような政策の方向性が出されるというふうに考えたわけですけども、実際ですね、原案には食料自給率とか食料自給率向上という言葉も出てきてなかったわけですよね。で、まあ、与党との折衝で、食料自給率という言葉が一言二言は入ったわけですけど、まあ基本的にはね、中身が変わってるわけじゃないと、ただ言葉が入っただけだと言うべきじゃない。そもそもですね、審議会関係者の中では、自給率というのをね、指標にすること自体が国益をね、見誤るんじゃないかみたいな議論さえ出ていたわけですよね。で、唯一ですね、今回目玉として強調されているのが、この有事立法ですよね。で、平時と有事を分けて考えるっていうのが、まあこれが、今の流行りのようになってますけどね。どういうことかというとですね、平時というのは、とにかく、輸入先と仲良くしなきゃいけないと。それと、商社とかに頑張ってもらって、海外で、日本に仕向けられるようなね、農業生産、投資をね、進めるんだと。こういうことを強調してはいるんですけども、まず考えなきゃいけないのは、不測の事態になったら、この物流そのものが止まるわけですからね。そしたら、海外でいくら、まあ、調達先を多様化したり、それから日本向けの生産を企業が増やしてもね、それ自体が止まってしまうということですからね。それが不測の事態ですよね。有事ですよね。だから本来やるべきことは、そういう時でも食料が確保できるようにするには、普段から国内の農業生産ね、しっかり進行して自給率を高めておくっていうことだと思うんですが、そこいう政策は全く出てこないで、で、有事立法だけ作ると。有事になったら大変だから、まあ、極端に言うと、花を育ててる農家さんも、一番カロリーを生むね、さつまいも一斉にみんなね、植えて、その増産命令には従って、それを供出しなさいと。それに違反したら、処罰しますと。そういうふうなですね、ことだけ定めようとしてると。まず必要なのは、今コスト高で苦しんで、ね、バタバタ倒れてる、この農家の皆さんを今こそ支えて生産力が維持拡大できるようにすると。それをきちんとやれば、有事になったからって無理やりね、命令して芋作りなさいみたいな議論も必要ないわけですよね。それを一番大事な自給率の向上をやらないでいて、有事になったら命令だけするからね。それで、ちゃんと従わないとかね、罰金を科すみたいな。そんなことをやられてね、そもそも誰が作れるんですか。で、そういうことにどうして、ね、罰金を科すというような紛争になるんですかということがね、これは、多くの農家が猛反発してますよね。で、そういう点がですね、一つの大きな問題で、それから今こそですね、
米を中心にね、どんどん生産力を高めなきゃいけないはずですよね。例えば中国はですね、今、有事に備えて14億人の人口が1年半食べられるだけのね、穀物を備蓄すると言って、また、国内生産だけでなくて、世界中から穀物を買い占める勢いになってきてますよね。じゃあね、日本は、かたやどれだけの備蓄がありますか？米中心にせいぜい1.5ヶ月、頑張っても2ヶ月分って言われてますよね。で、このような、備蓄で、そこの事態に耐えられるんですか？だったらもっと国内生産を増強してね、備蓄を増やせばいいんじゃないかということになりますよね、当然。で、今、米は減反でもう800万トン弱ぐらいしか生産してませんけども、全国の地域のね、田んぼみんなで頑張って生産してもらえば、1200万トン以上作れるんですよね。そうしたらそれこそね、どんどん作ってもらって、ね、昔は、農家ごとに1年分ぐらいの米備蓄してた時代もあったわけですよ。それをね、政府がしっかりと、備蓄するための予算をね、確保すればいいわけですよね。どんどん、どんどん作ってもらって。ところがね、そんな金どこにあるんだっていう話になるわけですよ。でもね、考えていただきたいのはね、在庫処分だと言われているようなアメリカの武器をね、43兆円も買うのにお金使うんだったらね、まず命守るのは食料をしっかり国内で生産して備蓄もすると、そこに何兆円かけたってその方が詐欺じゃないですか。それなのにね、財務省は米余ってんだからね、田んぼ潰して畑や山にすればね、適齢金だけ出してやるって、そのために700億円もの、ね、予算をつけるって。だから全くこの、ね、生産の方向性がおかしいんじゃないかと言わざるを得ないですよね。それからもう一つ目玉だと言われてたね、生産コストの上昇分を、ね、した分を、スライドして流通段階にどんどん上乗せしていくというね、これを政府が誘導する仕組みを作るんだと。ね、フランスの仕組みを、これを真似してね、やるんだと言いましたけどね。私も最初から言ってたけど、フランスでもどれだけの実効性があるかというと疑問視されてたわけですよ。されてるわけですよね。小売部門が強い日本で、それはなおさら簡単にできるわけがない。それで結局、まあ、政府もそれは分かってきてるんでね。今はもう、目玉だと言ってね、旗掲げちゃったんで、でも無理だからっていうのは分かったので、どうやってお茶に濁すかと。結局、業界の皆さんに集まってもらって、協議会やってね、なんか頑張ろうねって、まあ、やった感出しておしまいにしよう、みたいな話になっちゃってるわけですよね。目玉だと言われたこの価格転嫁誘導政策も、もうどうやってね、お茶濁すかの話になっちゃってると。で、そもそもですね、他の国は、農家の皆さんコストが上がってね、その分が十分に、払えてないと。でも、消費者もこれ以上価格が上がったらね、苦しいと。つまり、生産者に必要な額と消費者の負担に、ギャップが生じているわけですから、その時こそ政策の役割じゃないですか。だから、政府がきちんと、農家の赤字補填をするとか、アメリカのように消費者が買えるように、消費者支援のお金も出すとかね、両方やるとか、どの国もそれやってますよ。日本だけがね、全く政府はそこに、お金を出さないと言ってるわけですよね。だから、その価格転嫁政策を業界に任せるとかじゃなくて、そこはきちんとね、政府が欧米のように、しっかりとした直接支払い、それから、政府の買い上げによるね、備蓄、それから内外の、援助と、物資としてそれを使うということで、需要を作って、そして需給の最終調整弁を政府が持つと。これがないのは日本だけですからね。そういうことについても、今回の基本法でも一切触れてないと。それから、
もう一つ大きな問題が種ですよね。日本の野菜の自給率は8割って言いますけども、その種の9割が海外の畑で種取りしてもらってるわけですよね。これがコロナショックで止まりそうになって大騒ぎになった。本当に止まったら野菜も8%分しか作れないと。いや、でもね、自分で種取って植えればいいじゃない。ダメですよね。ほとんどは F1、一大雑種ですから、種植えても同じものはできないと。だから皆さんが努力されているように、自分たちのね、在来のいい種を地域で循環させる仕組みをね、きちんと作らなかったら日本は持たないと。食料は命の源だが、その源は種なんだと。そういうことも含めて、日本の食料自給率再計算するとですね、38%と言ってますけどもね、さらに、肥料が止まったらどうなるか。肥料はほぼ100%原料輸入に頼ってますからね。普通の、農業、生産の、農法でしたら、収量は半分になると。すると、自給率はそれだけで22%だと、実質は。さらに種も止められたらどうなるか。9.2%だと。なんだこれはと。種止められたらこれだけの人間しか生きられないのかと。種については野菜だけじゃなくてね、米や麦、大豆の種も海外に9割握られるっていう想定を置きました。それは家庭がね、厳しすぎるんじゃないかと言うかもしれませんよ。が、私たちはそういう方向にもう進んでるわけですよね。グローバル出身の企業は、種を制するものは世界を制するって言って、世界中の種を自分のものにして、それを買わないと生産できないような仕組み作りを世界中でやろうとしてきたが、世界中の農家市民の猛反発で今苦しくなってると。苦しくなると何でも言うことを聞く日本で儲けりゃいいじゃないかということになってきてですね。で、おさらいになります。まず公共の種邪魔だやめろと。国がお金出して県の試験場が良い種作って、それを農家さんに供給すると安く。こんな事業は邪魔だとやめろと。種子法廃止。で、やめただけじゃダメだと。いい種は企業に渡せと言われて、そんな法律まで作らされた。さらに、種もらっただけじゃダメだと。農家が自家採取できるようになってると、次の年から売れなくなるから、自家採取を制限しろと言われて、種苗法改定したわけですよね。だから、シャインマスカットの苗が中国、韓国に捕らえたから、日本の種を守るんだ。って言って、いろんなことやったけども、実際はその逆ですよね。日本の大事な種を海外の企業に渡していくの流れを自ら作ってしまったんじゃないかと。こんなことやってたら本当にね、自給率9.2%に近づいているんだということを、これを深刻に受け止めなきゃならないと。ですから、こういう流れをね、今こそ歯止めかけて、種の自給を確立して、農家の自家採取の権利も守るということ、こういうことを、基本法に明記しなくてはね、いざという時に日本人の命を守ることはできない。しかしながら、それはね、種について一言も触れられてないっていうのはね、このね、基本法のね、現実だってことですよね。まあ、そしてですね、結局ですね、この市場原理主義ね、こういうものが貿易止まっちゃったらね、その時に命守る安全保障のコスト、考えてなかったわけですからね。これじゃ役に立たないと。命は守れないよということは明らかになったわけですよね。しかしね、我々は、全然反省をしてないということですよね。未だにですね、コスト高に苦しむ農家の所得を支えるような、今一番必要な抜本的な仕組み、そして、そのために、種を自給して農家の自家採取を保障するという食料の生産をしっかり確保するために、その種をしっかり国内でね、自給できるようにするという、こういうふうなことについて、全く提案がないままですね、相変わらずね、強調されていることは、とにかく規模拡大してコストダウンすればね、海外と戦えるんだとか。国内市場がもうね、小さくなるんだから、輸出拡大すればバラ色の未来が開けるとか、スマート農業でね、みんながね、コストダウンすればね、バラ色の未来が開けるかのような、全く現実的に、それが、農家のね、利益に、所得につながら
ていない、つながらないようなものをね、そのアドバルーンとしてあげてるだけじゃないですか。どれもよく見ると、大きな企業の利益につながって、農家の利益にね、ならないようなものばかりですよ。だから本当に農村の現場を見てるとは思えない。こういうふうな、空論を、そして空論というだけじゃなくて、誰を助けるのかという方向性がね、実は違う方に向いてんじゃないかというようなことをね、未だに掲げて、これが食料農業の農村の基本法、憲法と言えるのかということがね、今こそ本当に問われてるなと。今本当に正念場だと思います。思います。これから国会の議論も始まりますがね、みんなで種の、自給もしっかり明記することも含めて、この基本法が本来のね、基本法になるように、今後の議論をですね、みんなで、高めていかないといけないなと思います。そういうことで、私からの話題提供はここまでとさせていただきます。はい、どうもありがとうございました。では、早速ですが、今、鈴木先生の問題提起を受けまして、特に日本の種を守る会としては、もともとその種子法廃止から始まった会ですので、日本の、いわゆる公共的な種子をどのように守っていくかということが、これまでの活動のメインだったということもありますけれども、その点も含めて、私どもの、役員の山本さんから少しもう一度その日本の種を守る会としての問題提起みたいな形で話をしてもらおうと思います。簡潔にお話しします。この基本法の背景については、皆さんもそうだし、政府側も言ってるように、自然災害、それからコロナパンデミック、それからウクライナ戦争を始めた戦争経済ですね、こういう状況の中で、日本の食糧危機っていうのは非常に深刻な状況になるだろうと、で、それに対してどう対応していくのかっていう議論が根底にあると。で、その場合、結局、日本政府が今取りまとめている内容は、要するに法制化をして、で、その不足事態に対して、いわばその上からの調達方針を出すというふうな流れになっていると。で、しかし、我々はそうではなくて、地域自給を求めるし、それから日本の自給率を高めることが、いわゆる食料安全保障にとっては極めて重要だというふうに考えていると。つまり、食料安全保障というのは、単なる戦争の概念とか緊急事態概念ではなくて、平時における普通の暮らしにおける人々の、食品アクセスを含めたですね、国民が安定して生産し、安心して食べられる仕組みを作るってことがポイントだ。で、そうやって考えると、今回自給率の問題と、それから種ですね、農業をやるためには3要素、農地、水、種が不可欠です。そのうちの一番重要な種をの、自給について、少しも触れられてないということは非常に致命的な問題だというふうに考えています。で、そういう意味では、本当に食料安全保障を掲げるならば、最も重要な、種の自給、そして農家の、種の採取、増殖の権利を認めるということを、我々としては繰り返し、国会議員さん、あるいは、国会での議論の中にそれを押し込んでいきたいというふうに思います。同時に、私どもの会長である秋山さんはじめとして、今、茨城県で、基本条例、食料農業の基本条例を作ろうとしています。で、こうした我々の考えでは、その自治、各地方自治で、県単位、あるいは市町村単位、あるいは個人の単位で、自分たちでその自給を目指す、主体的な下からの運動を積み上げるということが重要だというふうに思っています。以上のように、種をめぐる問題について、私たちは集中して、この種の権利、自家採取の権利、そして、種を守ることを、訴えていきたいと思っています。以上です。はい、あと種子は、農業資材に入っているということを聞いたことがあるんですが、どうなんですか？これ確かに種子は農業し生産資材の一部だと思うんですけど、その辺、
山田先生、何か言いますか？はい。はい。獅子のことが全く触れられてないんですけれども、実は新旧対照表という法案、今度の、農業基本法の中の、実は42条というところがあるんです。で、実はその前に、農業資材について、32条がこれまであったんです。農業基本法の中に。それが削除されましてね。で、どういう条項かというと、自然循環機能の維持増産というところだったんです。増進というところだったんです。で、そこにどういうことを書いてるかというと、ざっと言いますと、国は農業の自然循環機能の維持増進を図るため、農業及び肥料の適正な使用の確保、家畜排出物らの有効利用による地力の増進、その他必要な施策を講ずるものとすると、全く本当にもっともなことが削除されたんです。そして新しく新設されたものに、全くこの趣旨のことは書いてないで、むしろ農業資材の生産及び流通の確保と、経営の安定という形になってまして、で、これ読んでみれば皆さんわかるんですけれども、いわば経営の安定、いわば、ちょっとそれ見ていただければわかるんです。で、こういったことを考えますとね、本当に、この獅子の、先ほどが、鈴木先生も言っておられた時給のことが大変なんで、このことについて、一つ皆さんでどうしたらいいかということを、今日皆さんでそれぞれ意見を出したいと思ってますが、私からちょっと杉山さんが言ったように、これから4月から本格的な、その審議が始まると思うんで、そこになんとか、地方分権による地方自治体からの意見書を出していただくっていうことは一つかなと思ってます。で、そういったことを含めて皆さんと、あとどういうことができるか、あるいは個人でも請願するとか、いろんなことをなんとかこの食料農業基本法の中に、獅子の時給という4文字を入れてほしいと、ここにいた。それを修正決議できないか、という形で、一つみんなで動ければと思っております。私から以上です。はい、ありがとうございます。北海道の佐田さん、いかがでしょう。はい。まだ確認できてないんですが、これ聞こえてますか？ 大丈夫です。はい。あ、そうですか。北海道のある町でですね、北部の町で、今日の定例議会に意見書を出すという情報が入ってます。まだ出したかどうか、確認できてないんです。まあ、要するに、基本法にですね、趣旨の時給という趣旨、中身をね、入れるべきであるというふうな、検証が出される方向です。まだ通るかどうかもわからないんですけど、いろいろ他県の情勢を見ていると、趣旨の時給、まあ、当たり前といえば当たり前なんで、むしろ、今回の基本法案に入んなかったこと自体がね、問題だから、割と通りやすいんじゃないかなっていう気がしています。まあ、要するに保守系の会派も含めて、なりやすいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ぜひ、ご提案の、行動をね、全国的にやってみてはと思います。はい。もう議会が請願締め切りで間に合わないので、もう国会議員に働きかけるしかないが、とりあえず今国会での可決を避け、継続審議にさせるような動きはできませんかという質問が来ているんですが、この辺は山田先生、いかがでしょうか。継続審議まで持っていくというのは今の状況からして非常に厳しいと思うんです。厳しいと思うんですが、
本当に大事な問題なんで、例えば、請願の受付、請願っていうか、意見書を出してもらう請願っていうのは、どなたでも個人で、その紹介議員をもとにして、議会に申請してもらえば、議会は必ず審議するんで、結構このことは、議員さん方が知って、それをこうどんどん国会の議員さんの方に上げるということ、これも非常に私、大事だと思ってるんですが、もうすでに請願の受付期間が過ぎたというところからも、私に連絡があったんで、で、一番やっぱり効果的なのは、地元の先生になんとか与野党で修正案を出してもらえないかと。修正案。で、その食の自給を農業資材の中に肥料とか云々の言葉あるんで、その中に種子という言葉だけでも、種子の自給という言葉だけでも入れてもらえば、種子という二言でもいいと思うんですが、そういう感じの、修正案をなんとかやっていただきたい基本法ですから、種子ということの自給という4文字が入れば、農薬化学肥料は、その42条に新設した中に、自国で生産するっていうことは載ってるんで、そこに種の二文字を入れていただけないか、という形で、その議員さん方に直接電話する、議員の事務局でもいいし、あるいはファックスでお願いする、ということが、今できる最大のことかと思います。で、野党の方でも国会で種子のことについては質問いただいてます。これはね。で、野党の方はほぼ種子の問題については結構まとまっていただけるんじゃないかと思ってるんですが、どうなるかわかりませんけど、できたらここは与党の方にも働きかけてもらって、与党の議員さんにも皆さんから直接この農業資材の中に肥料とか、農薬、肥料とかいろんなこと書いてあるけど、種子も入れてくれと、奥さんでっていう。そんなことでやっていただければどうかなと思いますがね。いわゆる農業資材の中でも農薬とか化学肥料とかっていうのとは全くその種というのは位置づけが、まず種がないと農業ができないという意味では全く位置づけが違うのであるから、そこは種はまた独立して種の自給というのを一つ加えてほしいというような言い方でいいですかね、その辺。農業資材に入ってるからいいじゃないかって言われたときに、農業のためにそうい種う、と水と土地だ、土は必要で、その種に関しては、その他の農業資材とは全く、なんて言うんでしょうね、性質が異なるというような形で、こう、理論武装していくっていうんですかね、そういう、感じになりますかね、そういう感じで、ぜひ皆さんに、議員にもお話をしていただければというふうに。多分皆さんが種の自給を入れてほしいということを議員に伝えると、議員がまた農水省に聞いて、農水省から、いやもう農業資材の中に種って入ってますよって言われると、入ってるらしいですよって返答が返ってくるんで、そこでおしまいになりかねないので、そこのところやっぱり種というのはその他の農業資材とは全く違うものなんだっていうことをぜひ皆さんが国会議員を説得していただくという、その一つ手間がありますけれども、そういうことですよね、結局ね。と思います。今の、ご指摘の点、非常に大事なところなんですけど、種が、他の農業資材とは全く、意味が違うという点では、杉山さんがおっしゃるのもわかる気がして。そうであれば、改定案の17条ですね、むしろ。基本的要素の17条というところを見ていただきます。つまり、17そこには、食料自給率、その他の、なんて言ったかな。その他の、食料自給率の向上、その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるようというふうにあるんですよ。まさに、なるほど。その、食料自給率は食料全般の話ですけど、食料安保上のですね、大事な要素として、私たちは種を位置づけてますよ。ですから、食料自給率と同時に、
その種子の自給率っていうのを入れるとしたらここかなというふうに思ってまして、第まあ、そう17です条ね。の、はい。2項と3項です。はい。に、その、食料自給率、その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標っていう。まあ、ここで食いいで料す自ね、給そ率の目標は立てることになってますけども、その他、れまあ、例えば、自給力とかいろんな、まあ、前貸しに近いようなものが入ってくるかもしれませんけども、ここに種子自給率を入れるべきじゃないかっていう主張に展開してもいいんじゃないかっていうふうにちょっと思いました。そうですね。確かに、この17条食料自給率は、顧問である鈴木先生が、随分食料自給率が入ってないって、全国回ってくれて、それで農業団体も、これは自民党議員が、最後に押し付けて入れさせた項目なんです。で、実際はそれについて何も中身ないじゃないかって、鈴木さん言ってましたけど、その中に確かに、種子の自給、種子も入れてもらうといいですよね。まあ、いろんな修正案は、実際には野党の方で協議して出してもらうか、与党と自民党と話し合って共同提案してもらうか、国会ではいずれができるかどうか、そこをなんとか我々日本の種を守る会で頑張っていきたいなというところなんですよね。あと、農業資材の定義を法的に記述させて、そこに種を入れるということはできないですかという質問が来ています。農業資材といったときに、何か法的な定義があるのかっていうことが、種子法とか種苗法とかって法律だと、まあそういう種子についての定義とかってがあるとしても、農業基本法ってのは憲法みたいな法律だから、そこに用語の定義ってのはなかなか入れられなくて、結局はその施行規則の中で、農業資材とはこういうものだっていうことを書き込むっていうことになると思うんだけど、ただそうなるとね、まあ、農水省が、農水省の官僚の思惑で作ってしまうから、やっぱり国会できちんと修正入れとかないと、